誰かがあるだろう。今も夜終わった街のガダンスを見にて、あの頃の空を思うたびに、闇よりたまえ仕事をくひろう。泣きたい時は泣きなよ。これがザーダンバダジョンか、諦めようか。季節はめぐる魔法のように。 Oh hell baby, no maybe night no oxygen won't die, now if you won't have rain, you know not gonna say するだけ。 Oh baby, you maybe I next to rock one night 幸せのフェアレーク抱きしめて One more tell me。 まあ、ガチャっていうんですかね。ガチャガチャって俺が子供の頃は言ったんですけど、こう回してなんか出てくるっていうのがもうあれですね。スーパーなんかだともう主力商品の一つになってんの。すごい数並んでるよね。20で済めばまだ少ない方じゃないの。あれ50とか普通にずらーって並んでるのも普通にありますよね。知らない初めて行くモールとかでずらーってもう並んでんだ。今僕も好きだからいいですけどね。特に猫のやつとか、まあ、動物のやつとか好きでよくやるんだけど、なんかまあ奥さんとさ1回ずつやるんです。何出た何出たっつってさ、で1回に2個とか4個とか1日でね増えるもんだ。どん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 増えていくけどね。そろそろあんまり増えたからもう整理しようと思うんだけど、あれ捨てにくいですね。ダブったやつとか整理してもいいんじゃないかと思うんだよ。あんまり可愛くないやつとかさ、捨てにくい。可愛いのはね取っとくじゃないですか。可愛くあんまり気に入ってないのとかさ、こういいのが捨てちゃってもいいのかなと思うんだけど、こう可愛いやつを大事にする、あんまりその支え係としてさ、可愛くないやつもやっぱり必要じゃないですか。こうヒエラルキーのさ頂点をこうグンとも押し上げるためにやっぱり底辺の層がさたくさんあればあるほど、このヒエラルキーの頂点グンって上に行くじゃないですか。で可愛くないのは可愛くないのです。やっぱり重要だなとか思ったりしてさ、人口問題の多分根底にある原因っていうなんじゃないかなと思うんですけど、この間も新しいシリーズでなんだっけ、なんとか寝みたいな、動物寝てるシリーズみたいな、すごい可愛いなって新シリーズみたいなの出ててさ、で見つけた、新しいの出てるからっつって、ライオン出てるわ、俺ライオン欲しいっつって、何欲しいって、私は犬が欲しいって、犬の寝てるの可愛いからいいなっつって、猫でもいいねっつって、よしっつって、でまず俺でやると、奥さんも出しますってねっつってやって、せーので開けよう、せーので開けようっつってなって開けたらね、俺のが背打ちで、ね、がっかりしてる隣の奥さんのが猿みたいなチンパンジーだから、可愛くないの、二人とも可愛くないの、私二人がっくりしてさ、出なかったけど、新しいシリーズだ、せっかくだ、もう一回やってんの、すぐなくなっちゃう、ここにもう一回だけ、もう一回よし、もう一回だ、二
200円だ、300円です、200円です、もう一回やろう、もう一回、奥さんもう一回、せーの、せーのってやってあげたら、二人とも今度はラッコだったのかな。まあラッコはまあまあ可愛いからまあいいんだけど、二つラッコですよ。で、そのライオンが俺欲しかったのと、まあ奥さん犬が良かったのと、まあ猫は猫で別に好きだから、ね、どれも4回やってさ、合わせて4回やってさ、犬、猫、ライオンでなくて、しょんぼりしちゃって。でもなんかあれしてない、もうさ、チンパンジーとか可愛くないからさ、ほんと置いとくのも嫌なんだけどさ、あれ可愛くない。なんで捨てられないんですね。